女7歳、岸田国夫。リブリボックスの創設7周年を祝って録音されました。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。u r l リ i b r i ド o x o r g 彼は彼女を愛しているように見えた。彼女は彼を愛しかけた。彼は彼女を得た。エスコンは生まれた。 彼は彼女から遠ざかった。彼女は待った。彼は帰らなかった。五度目の春が来た。彼女の父が死んだ。おじいちゃまおんぶ、エスコはよく夢を見た。エスコは彼女に手を引かれて、おじいちゃまのお墓なるものに参った。彼女の兄が長い長い旅から帰ってきた。桂おじいちゃまは黙ってエスコを抱いた。桂おじいちゃまの目は怖かった。それでもエスコは泣かなかった。 その夏、エスコはジュフテリアにかかった。三度目の注射。エスコは母ちゃまのおっぱいを握って、静かに蜂が刺すのを待った。桂おじちゃまはエスコより先に泣いていた。恐ろしいある日のこと、家の壁が崩れ落ちた。藤棚の下にエスコのベッドが運び出された。母はエスコの脈を取っていた。母ちゃまの手は震えていた。リンゴが一つ芝生の上に転がっていた。 エスコは一人笑っていた。去年の秋、エスコはまた六幕を患った。病院で一月を過ごした。お人形を忘れて、それを病院に持っていくと、エスコは顔を背けて泣いた。今、連れてきちゃいいや。そしてまた泣き言った。軽おじさまはエスコの母に言った。気をつけろよ、あいつはひせりだぜ。エスコは男の子を馬鹿にした。エスコはよく一人で遊んだ。 敬おじちゃまはエスコの母に言った。あの子はあれでいいのかい敬おじちゃまは座敷の寝室の上で本を読んでいた。エスコはそっと近寄ってきた。父ちゃまが坊やを連れに来たらどうするの敬おじちゃまは本を伏せた。行くのさ。母ちゃまは母ちゃまも一緒に行くのさ。ふん、坊や一人じゃ嫌よ。敬おじちゃまはエスコの頭を撫でようとした。エスコはプイと出て行った。縁側で目を拭いていた。 エスコは美しい少女になった。その目はしかし寂しい怒れを含んでいた。エスコは七歳の彼女はいつの間にか母の悲しみを悲しむ少女になっていた。母はエスコのために毛糸の服を編んだ。エスコはその傍らで人形の服を編んだ。軽おじさまはぼんやりタバコを飲んでいた。日が暮れようとしていた。明日は。母はその先を言わなかった。エスコは今年から学校へ行く。 エスコは何もかも知っている。そのままそっと大きくなれ。彼は彼女を愛していないことが分かった。彼女は彼に会った。彼はエスコを見て黙っていた。彼はすべてを忘れていた。彼は議論をした。彼女の兄は彼をやりこめた。エスコは母の膝にすがっていた。時は流れていないように思えた。灰が飛んでいた。エスコの目は寂しい彼を含んでいた。 エスコの父は去った。エスコは母ちゃまの首に抱きついた。火鉢の墨が跳ねた。軽おじちゃまは爪を切り始めた。これごらん。おじさんの爪は大きいだろう。まあ、大きいこと、ね、坊や。エスコは横目でそれを見た。女七歳、岸田国を終わり。この録音はパブリックドメインです。